お知らせします。はじめに関越道を東京方面へ向かわれる方にお知らせします。川越インターを先頭に羽田インターまで35キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き北関東道を宇都宮方面へ走行中の方にお知らせします。この先伊勢崎インターまでの区間で故障車が止まっているという第1報